狼殿、よく参られました。 何か用か。 久しくらいなら貸してやろう。 おお、あの時の旦那じゃねえか。 アシナの城では世話になったな。 俺はここでしばらく居候さ。 仕入れたネタの整理も必要だからな。 旦那になら商いもするぜ。 どうだい？情報以外の品のことか。昔の手癖でな、つい集めっちまうのさ。供養供養が嫌になって一味も抜けたが、死体を見るとやっぱり放っておけなくてな。それにまあ、品に寄せんもんないだろ。<笑>じゃあな旦那。
ならぬと思うか。ええ、食うのはもちろんですが、傷口や仏さんの清めにも入りようでして。これだけ人死にが続いてはということだ。ええ、おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか、なんとかして塩を手に入れねばな。ラッパ者を見なかったか。この辺りに逃げてきたはずなのじゃが。おお、そいつはどんな格好だ。黒い傘じゃ。黒傘の小男じゃ。だがこの辺りを通った者はおらぬがな。タヌキか、あるいはムジナか何かと見間違えたんじゃねえのかい。で、もうよいわ。
だから、寄せつったんだけどな。まったくしつこくって嫌になるぜ。めんどくせえ。うん？おめえはヨタカの衆か？いや。まあそうだろうな。風情がちげえ。だがどうやら同業だ。俺は黒笠のムジナ。おめえは？愛想のないこった。しつこいお手に仏頂面の忍び。アシナの連中も外で騒いでな。まったくいい日だね。お主、抜け人か。まあそんなところだ。ところでよ、ちょっと銭が入りようなんだが、品はあれど裁くあてがねえ。おめえみてえなやつを待ってたところだぜ。俺の見立てによるとだ、おめえにはこの鉄線なんざ似合うだろう。こいつがありゃ矢でも鉄砲でもなんなら大筒だってなんとかなら。銭がたまるまではここにいるからよ。気が向いたらまた寄ってくれや。
旦那、また商いが必要かね。じゃあな、旦那。
よう旦那、また飽きないが必要。じゃあな旦那。狼殿、よく参られました。かつてアシナに竜害が広く、その時はなお皆さん、何か言おうか。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。